はい、皆さんこんにちは、おはようございます。今日は、2019年1月の、23日、水曜日、時間は1時37分です。よろしくお願いします。6月にステゴロ3という、格闘技イベントに第1試合でボクシングルールで出ます。そのためのトレーニングです。今日は、トレーニング17日目、毎日のロードワーク5キロを走ります。で、5キロ走ってる間に、いただいた花火の数だけ最後にダッシュをしようと思ってます。よろしくお願いします。あとですね、走ってる時コメントが拾えません。でもしよかったらなんですけど、10分から走り始めますので、誰かね、1分経過、2分経過、3分経過ってタイムキーパーコメントで書いてくれると嬉しいので、もし手が空いてる方、ぜひ皆さんで1分経過したよ、2分経過したよって、1分経過、2分経過って僕に教えてくれると嬉しいです。それではよろしくお願いします。10分から走り始めます。それまで準備運動。アイボーンいらっしゃい。ボンさん、ポンコツキーパーでいい、わらわらわら、よろしく。ちょっと風あるね、今日ね。ちょっと風強いね。風が結構厄介なんだよね、走るときに。誰だよ、川にゴミ捨ててんの。川にゴミがひどいな、今日。本さん、お天気は良いよね。なんか天気ピーカンだよね、俺が走るときね。天気めちゃくちゃいいよね、毎回ね。ボンさん、そうだ、みやびは大阪に帰ったぞ。あ、そうなんだ。よく見てるね。合宿みたいな感じで来てたんだ。タブタブさん、よろしく。音符、はい、よろしく。まあ、もともと大阪の人だもんね、あの人ね。自分のジムでみっちりやるんだろうね。ポンさん、公認だから堂々と見に行ける、わらわらわら。何の公認だかよくわかんないけど。配信見学
そうなんだ。うわ、寒い。はい、ワドツ。ポンさんワドリスナー代表だね、わらわらわら。途中でレッドスーパー来ちゃうかもわら。レッドスーパー？え？何レッドスーパーって。あ、配達ってこと？スーパーの。だからね、本当はね、タイムキーパーもね、手空いてる人いろんな人にやってもらいたい、一人じゃなくてね。そしたらね、ボンが休めるのにね。忙しくてタイムキーパー無理って言って走り終わった瞬間にコメント書き始めるやつ一体何なんだって思うよね。いや空いてんじゃねえかてめえみたいな。ポンさんそそ、今回は声優が来るわら。おお、声優で買ったんだ。タムタムさん俺じゃんわら。いや何なのって思うでしょ。いや走れとかさ、なんだかんだコメントで言うの構わないけど、走っててもお前見ないじゃんっていう、そう関係ないじゃんっていうさ、だったら言うなよって思うよね。ポンさんわらわらわら。いやほんと殺意湧くよね。へいっす。まあ応援してくれる人なんてごく一部だよ。本当に応援してくれるのはごく一部。タムタムさんやっと理解した、時間始まるの時計じゃないんだって今さら。そうそうそう、この放送時間に合わせてんの。あと1分です。だからカウントしやすいんだよ。11分の時に1分経過って。俺が走ってる時手ぶれで文字が見えないのよ。ポンさん10分スタート。そう。だから11分の時に1分経過、12分の時に2分経過って、手空いてる人が書いたら抜けられるじゃん、みんな。だ手空いてる人だけ書いてねって言ってんだけど、走り終わった瞬間にコメントが走り出すからね、なんだこいつらって思うんだよ。積極的、無責任。よっしゃ、行くか。行きます。ポンさんスタート。
3分経過。変な信号の捕まり方したね。ちょっとペース上げます。スタート、やばいな、すぐここで最悪の記録、ここ3分で抜けられるといいんだよね、ストレートに。
やば。今日はひどいね。いや、信号だよ、完全に。やば、これぞ30分切るの厳しいね。序盤で厳しいね。序盤から結構つまずいてるな。ここで8分はやばい。信号捕まりすぎ、今日は。逆にこれ30分切れたらかっこいいけどね。いつも2分遅れぐらいだよ。9分。信号標多いね。
をプレゼントしました。いや、ありがとう。風船ありがとう。本山15分経過。やばい。今日はひどい。ありがとう。特命係長長野の花火師さん、花火をプレゼントしました。ありがとう。今日3本か。モンさん、花火のチキン、ありがとうございます。やばいな、信号率高いな。ごめん、今日30分ね、今んとこかなり厳しい。32分台。最悪。ワーストタイムだ。
ああ。ハーフです、お願いします。
今日ひどいね。あと5分、いけるかな。あと5分。ポンさんネットスーパー見たけどどうにかなったわらわらわら。オッケーオッケー、ありがとう。
32分40秒、お疲れ様だ。お疲れ。ボン、ありがとう。今日のタイムキーパーはボンでした。ありがとうございます。ボン、ありがとう。お疲れ様、ボン、いつもありがとう。ありがとう。42分40秒、あ、じゃあ32分40秒。ちょっと苦しいね。30分切れなくなってるね。苦しいね。では今日花火3発いただいたんで、1回、花火3発くれた人ありがとうございます。今からダッシュをしたいと思いますが、機材をねちょっと取ってこないといけないんで、機材取りに行きましょう。お疲れ様です。と思ってるんで、ちょっと今日は悔しいっすね。しかも気持ちが乗ってない上に体がついてこなかったんで、こういう時は気持ちでカバーしたいんですけど、
ステーキか焼肉食いて。なんか運動してると体が欲しいもの分かるよね。その体が肉をよこせとか言ってるんだよね。今日は酸っぱいもん食べろとか、味覚が鋭敏になる。とにかく今日も肉だな。肉、がっつり肉を。からのダッシュ3本きついぞ。やば。いや悔しいね、そこね、30分切れなかったのが。でやべえなと思ってる。信号ちょっと長く捕まって、だからそれをまくるスピードで走らないといけないんだよね。なるべく信号に捕まらないように飛ばす気味に行かないといけない。飛ばせてなかったから、だからその信号の間隔を超えるぐらい速く走らないといけない。信号よりも速く。肉食おう今日。ステーキ焼こうぜ。今日ワドクッキングやろ。ステーキ焼こう。スーパー行って肉買ってきて、でガーリック味、ガーリックステーキだ。たらふく食うぞ。ステーキ食おう。もう肉食わない、ダメだこれ。がっつり肉食おう。
のんちゃん早く元気になんないかな。もうのんちゃんとずっと一緒にいたからさ、のんちゃんがいないとなんかペース狂うね。ステーキにまぶして焼くやつ買ってる。それで便利でうまい。なんてやつそれ、なんていう商品名だろう。まぶすやつが。じゃあ走るか。ダッシュ3本。走ろう。ご飯も買ってこないとな。水道代も払えって言われたし。ダッシュどこ走ろうかな。家の近所でいいよね。危ねえな。やっぱこの前のところ行こう。ちょっと歩くけど、この前のところでダッシュ、坂道ダッシュにしよう。足が戻ります。
と。なんか絵になるな。すげえ絵にならない。古い個人タクシーなんだけど、川沿いですげえ絵になんだけど、映画みたいじゃない？個人タクシーが。すげえ今映画だろうと思ったもん。ボロボロのなんか古いセダンで個人タクシー。うんちゃん寝てるよ。今の良かったな。あれどこから走ってたっけ、いつも。ここか。じゃあ走りますか。あ、危ねえ。危ねえ、買ったばっかりだったのに。焦った。
OK かな。OK。良いでしょうか。これで価格 OK でしょうか。ベロンって剥けてて、もう豆が潰れてベロンって皮が剥けてる。価格 OK？ 見てんの？こうするよ、価格もう。さん走ります。何にも答えないから、そう切るよ。1本目今年最後だ。 YouTube とか好きなの？はい、見てます見てます見てます。生放送とか見ないの？あ、見ます見ます。え、な、誰見んの？いや、いろんな人。なに、ツイキャスとか？あー、うん、たまに見る。たまに見ます。たまに見る。誰見んの？ツイキャスとか。お前誰？大体わかんない、あんまり。誰？小学生に人気の YouTuber 誰だろう？最近ヒカキンなんだ。はい、せーの、フィッシャーズ。はい、誰ですか？はい、フィッシャーズ。はい、はい、フィッシャーズ。はい、はい、ヒカキン。ヒカキンだ。はい、フィッシャーズ。フィッシャーズ。はい、フィッシャーズ。あと、はじめ社長も。あ、はじめ社長見る。はじめ社長も好きなんだ。はい、はい、見たことあるけど。そっか。これ YouTube に撮ってんすか？これ YouTube にも上げてんだけどね。ガキが舐めてるの潰すぞ、だって。やっぱヒカキンが好きなんだ、小学生は。
そっか。初めて始めたんだ。今生放送です。え、キエルって何て名前やってるんですか？俺、和戸監督。和戸監督。和戸監督。そう、ひらがなで和戸で、漢字で監督。チャンネル登録してくれます。本当にしてくれんの？してきます。チャンネル登録してくれ。して、和戸監督で。そう、ありがとうね。はい。ありがとうございます。絶対あの子たちは俺の放送面白くないでしょ。チャンネル登録しても絶対面白くないでしょ。絶対キッズに受けないでしょ。オルフレ面白いな。ガキガーとか舐めてるとつぶつぶ。絶対来ないよね俺の放送ね。彼らがワドツっていう絵が浮かばないもん。はじめ社長とかヒカキンとかフィッシャーズが好きなんだよ彼ら。でもなんかこういう風にさ聞いてみると本当に人気なんだなっていうのが分かるよね。本当に人気なんだよヒカキンとか、みんな大好きなんだよ。すごいよね。だから俺らがテレビ見てたタレントみたいな感覚で見てんだよあの子たちは。バカ殿とか志村けんとかと同じジャンルにヒカキンを入れてんだよ。時代だよね。そうだよね、1日100万人見てんだもんな。あの子たちは将来 YouTuber になりたいって言ってんでしょ。お帰り。やっぱはじめ社長なんだね。お前ら特定したと思って、小学生にムキにならないの。特定とかそういうきな臭い文化ないから。でもなんかいいね、子供たちは青春だよね。この辺に住んでるガキどもなんか金持ちだろ。いいよな、公園で遊んでるんだよ。最初さ携帯電話置いてさ子供たちが群がってたので、俺が走って追っかけてきたから怒られると思ってすぐ逃げたんだよ、ね、あいつら。わあなんか来たとか言ってバーって散らばって、いやお前らじゃねえわっつって。タブタブさんのマッチツイキャスでが特定できるなら問題は監督っていう話。いや無理でしょ、ワド監督で検索しないでしょ。天気いいな今日。彼らにニーズはないよ。彼らに受ける話題を持ってないもの。びっくりするでしょ。だって携帯電話が地面に置いてあって、なんだなんだって喋ってるぞこの携帯つって、小学生に群がってるところに遠くからジャージのおっさんがダッシュで走ってくんだよ。逃げろーってなるでしょ。やべえやつ来た、逃げろーってなるでしょ。で俺があの走り終わって向こう側に行ったら、なんかまたひょこひょこひょこって集まってきたから、触んなよっつって。小学6年生ですって言ってた。多分のんちゃんより賢いよあの子たち。喋ってた感覚のりこより賢かったから。ハキハキ喋ってたから。のんちゃん小学4年生ぐらいかな。疲れた。
まあ、生放送はだから実はキッズって言われてるけどね、実はこれね昔から分かったことなんだけど、ツイキャスとか見てんのもおっさんなんだよね実は。タブタブさんおいおいショーを。いや本当だよ、あの若いね子供たちって見てないんだよ、中学生高校生とか。実はね 3,40 代のおっさんなんだよツイキャスも。沼なおっさんたちが見てるだけだから心が子供の沼なおっさんたちが見てるだけだ。タブタブさん、W そう思う、子供なんか全然見てない。買い物行こうか、このまま買い物ステーキ、米は炊いてあるから。沼とハゲは全然意味が違うけど大丈夫、肉買おう。なんだろう、充電ができないって。ステーキ買おう。肉だ肉。ポサンに暮らしいな。肉食べる。もう肉が食いたい。肉食べたいよ。あれ、 S やか引退してないね。したい人のための小言さん、島津高光さん、手洗ってくるわ、ドリンク取ってくる。
ただいま。KP。タムタムさん、お腹空いた。お腹空いたね。米は炊けてるから、あと肉焼くだけだから。なんて言ってたっけ。なんかマリルボンが教えてくれてた。スパイス、ギャバンシリーズ、シーズニングシリーズ。なんか腹減禁煙したい人のための小言さん、髪の毛なくなってきたね、もう前が白ぶハゲてるやんけ。あれなんだよね、あんま腹減んなくなっちゃった。モンさん体調どうかな。あ、そうだ、昨日のりこの写真撮ったらすげえよくできてたんだよな。あれ現像してみてえな。
KP ありがとう。おー、この前ナイスファイト。つなちゃん。ナイスだよ。めちゃめちゃ面白かったわ。50歳で不要のお前の方がやべえわ、の方はパンチラインだったよ。つなちゃんめっちゃ面白かったわ。ぐぬぬってなってたもんね。ダッシュ終わったね。ダッシュ終わった。今日のトレーニング終わって、今から飯だね。いや、つなちゃん面白かったな。ナイスファイトだったよ、本当に。ベストバウトだったでしょ。シャドウはやってないかな、今。下半身強化だけやってるけど、シャドウやる？全然やってないね、シャドウ。シャドウも軽くやるかい？シャドウやってないね。シャドウも本当はね、やった方がいいんだよね、5ラウンドぐらい。やる？シャドウ。5キロ走って、今日はダッシュ3本だったのね。ダッシュ3本。まだね、シャドウも大事なんだけど、フットワークやりたいんだよね。ウィービングとかダッキングやりたい。必要と思うならやればいい。リスナーがやるか決めることじゃない。今日はやめとくわ。じゃあ手頃はね、俺のルールはボクシングルール。ルールによって違うんすよ。その試合ごとにルールが違って。俺のルールはボクシングルール。俺が蹴りと関節技全くできないから、ボクシングルールのみで。いや、だから関節技ないって。グローブ、ボクシンググローブだから。使えとかそういうわけじゃないよ。無理無理。蹴りも使ったら反則負けだよ。速攻負け。だってルール上ボクシングなんだもん。関節技使えないよ。
イベント、何のイベント、何のイベントだろう。イベントは登録してたっけな、覚えてないな。捨て頃って言ってるのは俺じゃないからね。便所さんに文句言ってよ、イベント名に対するクレームは。便所さんの企画なんだから。 PV とか歌のあれ登録してたっけ、俺登録してないかな。歌のやつは CM ソング PV イベント登録はして、今からできるみたいだけど、別に良くない、イベントなんで。やってほしい、このイベント PV 歌登録した方がいいかな。なあちゃん登録してないわ俺。登録する、何なのこのイベントは。1位が PV 歌、これ何なんだろう。得点が分かんねえな。自作の歌ん、このイベント何なの、よく分かんねえな。オリジナル CM ソングが決定しました。収録して街角ビジョンと公式 YouTube で公開する。ほう、デモ音源はこちら、これか。今日最終日なの。これがその歌か、ダッサふわふわだって、ダッサダッサダッサ、この曲ダッサダッサ、この曲出てほしかった？出ようか？いや、まだでしょ？ 27 からだけど、男性部門。トトロさんお疲れっす。男性部門27からだよ。男性部門は。メガホンありがとう。登録しとこうか、じゃあ。歌、PV、2名、歌、PV の方じゃ。PV でいい。PV にエントリーします。エントリーしときました。うん。PV の方に出ました。PV の方に。うん。うん、PV でいい。歌、歌は、歌じゃなくて、PV の方に入れた。プロモーションビデオの。アイテムありがとう、ボン。アイテムありがとう。肉買いに行くか、じゃあ。うん、ありがとう、なあちゃん。応援して。イベント頑張るありがとう、あとありがとう。肉どこが安くてうまいかな。肉どこが安くてうまいかな。なんか和牛、和牛がうまいよねやっぱね。和牛が、
肉のハナマサとか美味しくないよね。どうなんだろう。ステーキ焼こうかなとか思って、ご飯は炊けてるから肉を焼こうと思ってるね。今から肉、肉肉、肉買いに行こうぜ。みりんとかあったっけな。調味料、醤油、酒がないのかな。みりんはあるでしょ。みりんがあって酒がない。いや、過去犯罪歴があるからじゃないのかな。配信始める前に俺詐欺で逮捕されてるから、多分それじゃないのかな。買いに行こうか。肉を。寒い。アクセサリーってなら、なんで？寒いね。こんな7年も8年も前の配信やる前のこと言われてもね、なんで過去は変えらんないかな。なんで全く関係ねえやつに叩かれないといけないんだろうね。うぜえよな。舞茸も焼こう。肉が食いたくてしょうがない。
舞茸も焼こう。甘いもん食べたいな。ステーキ500円。サイコロステーキ安いな、500円だって。サイコロステーキも食うか。
おお、わだっちおはよう。今トレーニング後だよ。おはよう。お願いします。お待たせしました。2454円いただきます。お願いします。はい、じゃこちらですね。はい。で1万円からですね。はい。お願いいたします。レシートいらないです。あ、はい、かしこまりました。7546円のお買い上げです。こちらが5、はい、5000円と、はい、546円。はい、ありがとうございます。私ごめんね、この前走ってる時花火くれたの俺言えなくて、なんか枠が取っちゃったんだよね途中で。ありがとうね。が投げてくれた分ダッシュかましたから。シャカペコの餌、シャカ。別方向だ。まだ一食分あるから明日買おう。ボックスティッシュ売ってっかな。あったあった。あ、でもでかいやつ欲しいんだよな。お願いします。何は大丈夫です。いらないです。はい、1000円で。あ、100円あるかな。これでお願いします。100円ありました。ないかな。あ、5円ある。あ、お願いします。あ、助かります。20も助かります。はい、すいません、ごめんなさい。1026円。はい、あ、レシートいいです。はい、ありがとうございます。いいね、ありがとう。アイテムありがとうね。バガありがとう。
いや俺はね、あのいつもなんだろう、醤油とガーリックと醤油と甘めの醤油、なんか照り焼きソースみたいにして食べるから。塩コショウはあんま振らないね。のりこは塩派だけど、塩コショウ派だけど、俺はなんか焼肉のタレみたいなのを自分で作ってそれで食べるから。そんな感じ。飯だ飯だ。がっつり食ってがっつり走って、バリバリ遊ぼう。肉だよ肉。ステーキガストの赤身リブ好きだったのにな。超ショックだな。俺いきなりステーキがあんま好きじゃないんだよ。あんまり美味しいと思わない。リニューアルオープンじゃなくてもう完全に普通のガストに変えるっぽいね。カフェ&レストランガストって書いてあった。いやだから経営がうまくいかなかったんでしょう。バブルの頃はねステーキ店とかいっぱいあったけどね、初期高級路線のさファミレスとか全部潰れたよね。富士屋とか今格安のファミレスしか残ってない。
昔ちょい高級なファミレスいっぱいあったよね。じゃあツイキャスで放送やります。ツイキャスでクッキング配信やるんで、もしよかったら見に来てください。ありがとうございました。トレーニング枠でした。お疲れ様です。おつおつ、ありがとう。ツイキャス行きます。ありがとう。花火ありがとう。花火ありがとう。あざーす。肉大好きだよ。特にトレーニングやってるから体が肉を欲してますね。じゃあね、ツイキャス行きます。おつおつ。